手伝ってほしいことがあるんだ。スクロースとアルベドもいるといいんだけど、あの二人は忙しいみたいだからいないかもな。とりあえず行ってみよう。早く星と深淵を目指せ。おや？旅人にパイモン。二人ともこんにちは。久しぶりだね。さっき何話してたんだ？大事な話か？僕たちは普段からここで最近の研究課題について話し合いをするんだ。一歩遅かったみたいだ。アルベドを呼び止められたらよかったんだけど。でもさっきの表情、普段よりも冷たかったよな。何か嫌なことでもあったのか？もしそうだったらオイラの手伝いをしてくれないかもしれない。それってアルベド先生のことを言ってるの？おお、そうだぞ。さっき見かけたけど、いつもと表情が違ってたんだ。嫌なこと？もしかして。どうして僕の方を見るんだ？もしかしてティマイオスが最近考えた研究課題があまりにもつまらなすぎてアルベド先生を怒らせちゃったのかな？いや、そこまでつまらなくはないだろう。そんな、オイラティマイオスに手伝ってもらおうと思ってたのに。手伝い？もちろんいいよ。何か僕にできることはある？実はこの前、山ですっごく甘い夕暮れの実をいくつか拾ったんだ。でもそんなに甘い果物全部食べるのがもったいなくて、だから果物を入れたらジュースになる装置をお前に作ってほしいんだ。そうしたらずっと保存できるだろう。それはおそらく。え、できないのか？パイモンはさっきからとんでもないことを言ってるね。スクロースはできるか？ごめんなさい。あなたが欲しがってるもの、私の得意分野じゃないみたい。もし無理に試したら、あなたの大事な果物に手と足を生やしちゃうかも。うわぁ、淡々とすごく怖いことを言ってる。幸い僕はもう慣れてるけど。だって私の研究分野は生物錬金だから。それにずっと新鮮さを保つことは現実的じゃないよ。もし果物やその種を改良したいのなら、私も少しは手伝えるかもしれないけど、一般的に錬金術師には自分の研究課題があるの。例えば私とティマイオス、それにアルベド先生は研究の方向性がそれぞれ異なるんだ。あなたの欲しがってるものは想像力に満ち溢れてるけど、同時に私とティマイオスの能力も超えたものなの。多分アルベド先生ですらそのような不思議装置は作れないかも。だって錬金術は機械技術とは大きく違うものだから。そっか、オイラてっきり錬金術って万能なのかと思ったぞ。実はアルベド先生が現れるまでは
モンド城では誰もが錬金術を役に立たない学問だと思ってたの。たとえ今であっても錬金術は世界の謎の一つに過ぎない。決して物質を永続的に存在させるような万能法術じゃなくて。あ、ごめんなさい、わざとあなたを責めてるわけじゃないの。オイラはただジュースが欲しいだけなんだ。何がいけないんだよ。あ、でもさっき話したのは私とティマイオスの主観的なものであって、もし本当にその不思議装置が欲しいならアルベド先生にも聞いてみて。もし先生にも方法が思いつかないなら、その時は本当に無理なんじゃないかな。でも今日は機嫌悪そうだったし、オイラたちに構ってくれないんじゃないか。それはないよ、アルベド先生はそんな人じゃない。そうだ、アルベドは今どこに行ってるんだ。また雪山に行ったのか。特に説明がない限りいつも雪山に行ってるよ。アルベド先生は雪山に思い入れがあるみたい。あんな寒さに耐えられるなんて本当にすごいよね。じゃあオイラたちも雪山に行ってアルベドを探そうぜ。出発だ。にぎわってるぞ、見に行ってみよう。あ、旅人にパイモン、雪山であんたたちに会えるなんて思わなかったよ。アンバーだったのか。それにサイリュス会長とパラドも。みんなで雪山に来てどうしたんだ。寒くないのか。お、旅人も加入するのか。そいつはいいな、ははは。人数が多ければ多いほどいい。そうだね、これで安心だ。旅人ならきっと頼れる仲間になる。あ、よく見たらみんな冒険者協会の人だ。一人偵察騎士も混じってるけど。はっはっは、俺から説明しよう。近頃我々冒険者協会は雪山で冬季特訓を開催しているんだ。君たちも知っての通り、メンバーの冒険経験は皆それぞれ違う。もし強くなるために一人で雪山に入ってしまってはとても危険だ。そのため先輩たちに後輩を率いてもらうことにした。つまりプロにルーキーの面倒を見てもらうんだ。みんなで一緒に雪山に入り、守られた環境で訓練をする。そうすれば冒険者たちも共に進歩できるだろう。これは俺が半年もかけて練った壮大な計画なんだ。すごいだろう。君も優秀な冒険者としてもちろん我々に加入し力を貸してくれるな。もしかして冒険者協会にいる先輩の人手が足りないのか。それだけじゃないんだ。私が偵察で雪山の教会を通りかかった時、ジョエルっていう子供が道に迷ってるのを見かけたの。その子はずっとこの拠点に住んでるって聞いたからここまで送ったんだ。ジョエルのお父さんは失踪した。そうでしょ。ジョエルの家族を思う気持ちは私もすごく理解できるの。雪山は人が少ないし、きっと孤独に感じてると思う。アンバー。うん、だからせめてジョエルの心を癒すためにもあの子の好きなことをしてあげたいと思って一緒に雪だるまを作ることにしたの。そのついでにここにも少し立ち寄ってサイリュスさんを手伝ってるんだ。
じゃあ今からジョエルのところに行こう。実はもう一人友達を呼んでるんだ。そろそろ時間だし、彼女も今回のイベントにぴったりな人物だと思うの。サイリスさん、私たちは先に行ってるね。ああ問題ない。こっちはまだ確認作業が必要だ。出発する時になったら君たちに声をかける。こんにちは。こんなに多くの人が集まるなんて嬉しいな。騎士のお姉さんも雪だるまを作りに来たの？雪だるま？あ、ごめん、まだ紹介してなかったね。この人は波花騎士のエウルア、セピロス騎士団遊撃小隊の隊長で。アンバ、その紹介はフォーマルすぎるんじゃない？それじゃ覚えられないわ。ロク、私のことはエウルアでいいわよ。うん、エウルアお姉ちゃん、僕のことはジョエルって呼んでね。エウルアお姉ちゃん、やばい、エウルアが子供にも恨みを。まあいいわ、そう呼びたいのなら勝手にしなさい。いいのかよ。ところでアンバー、雪だるまってどういうこと？私は君が冒険者協会の人手が足りないって言っていたから手伝いに来たんだけど。それはまた別のことだよ。ほら、ジョエルの年頃だと目いっぱい遊びたいはずでしょ。でも雪山にはおもちゃも何もないからさ。昔はジョエルのお父さんが雪だるまを一緒に作ってあげたみたいなんだけど、今はお父さんがそばにいないの。だから私たちが一緒にいてあげようよ。それにエウルアだって一人で雪山の冷水風呂に浸かったりしてるし暇でしょ。みんなで一緒に大きな雪だるまを作るなんてきっとすごく面白いよ。そうだぞ、オイラも頑張るぜ。エウルアお姉ちゃんは他にやることがあるの？大丈夫だよ、もし他に。いえ、そうじゃないわ。私はただ他の考え事をしていたの。雪だるま作りももちろん問題ないわよ。じゃあ早速手分けして素材を探そう。私はジョエルとペアになるから、エウルアはあんたに任せるね。ジョエル、あっちにとっても大きな木があるのは知ってる？あれをゴールにしてどっちが先にたどり着けるか競争しようよ。あ、はい、いいよ。どう？二人ともすごい速さで走ってたぞ。あれじゃあどっちが遊びを楽しんでるんだかわからないな。あ、お前たちなんでお互いを見ながら黙り込んでるんだ？ジョエル、多分モンド城で生活をしたことがないんだと思うわ。あの子は私のことを知らなかった。ローレンス家がモンド人にとって何を意味するかさえも理解していなかったみたいね。そうだな、親しみを込めてお前のことをエウルアお姉ちゃんって呼んでたし。確かにそうね、あの子の目には私はごく普通のモンド人として映っている。少し意外だったわ。でもこの感覚は嫌いじゃない。鋭いじゃない。みんなが会話していた時、まさかずっと私の表情を見ていたの？この恨み覚えておくわ。実は自分が雪だるまをうまく作れるか少し心配なの。私は今まで一度たりとも雪だるまを作ったことがない。家の教えが厳しかったから小さい頃はそんな機会もなかったのよ。大きくなった今では余計にその機会も減ったしね。どう
しよう。おいらエウルアがすごくかわいそうに思えてきたぞ。本当に自信があるよね。いいわ。それじゃあ雑談もここまでにしておきましょう。向こうから冒険者協会のメンバーが来たわよ。二人とも少し厄介な状況になった。確認したところ参加人数が奇数であることが分かった。そして今最後の参加枠は共感枠の一つしか残ってない。それと人手不足の件なんだが、実はもともとフィッシュルを共感として招こうとしてたんだ。しかしあいにく彼女は城内にいなくてな。他の冒険者に代わりに来てもらうしかなかったんだが、その冒険者もまだ来ていない。君たちがいてくれて本当に助かったよ。はあ。こんにちは、ジェラードと申します。新人冒険者です。それじゃ、いいわ。この恨みは覚えておくけど。え、恨み？わかりました。勉強させていただきます。よし、ではそうしよう。手伝ってくれて本当に感謝する、エウルアさん。もし後からさらにメンバーが増えるようだったら、その時は君にお願いする。どうして参加枠をエウルアにあげたんだ？そういうことだったのか。お前っていいやつだな。エウルアもさっき笑ってたし、きっとお前の考えが伝わったんだな。よく考えると普通の人が雪山みたいな寒い環境で行動するのは難しいことだろう。でもその点エウルアはこの環境に一番適した教官だと思うぜ。あっ、オイラ分かったぞ。アンバーもきっと同じように考えてたんだ。だからエウルアをこのイベントに呼んだのか。素材を探すと言ってもエウルアは行っちゃったし、オイラはあんまり探し回りたくないぞ。アンバーがどうなったかも気になるし、山を登って確かめてみよう。あいつらここを目指して走ってたよな。誰もいないぞ。もしかしてオイラたちが来るのが遅かったからもう他のところに行っちゃったのか。あいつら危険な目に遭ってないよな。早く追いかけよう。の追跡技術ってこれまでの旅で相当鍛え上げられてきたはずだろ。なのに見失うなんて。
もしかして向こうはオイラたちの想像よりも手強いやつなのか。それって一体どんなやつなんだ。その声は。あ、はい。どうして雪山に。あ、アルベドだったのか。だったとはどういう意味だい。さっきここまで来るときにずっと視線を感じてて音が聞こえてたんだ。まるで周りに誰かいるような。でもまさかお前がここにいたなんてな。あの雰囲気、おいら背筋がゾワゾワしたぞ。まったく、あんな不気味なこともうするなよな。雪山で感じる視線塔とは動物や盗賊によるものの可能性がある。ここでは警戒を怠ってはならない。さもなければ予想だにしない損失に遭うこともあるからね。二人は雪山に何か用があったのかい。実は最初はお前のことを探してたんだけど、その後アンバーを探すことになって結局お前と先に会って。ふん、思考と言語能力が混乱しているようだ。な、お前、つまりお前を探しに来たってことだ。おや、そうなのかい。ならきっと重要なことだろう。きちんと話を聞こう。なんか機嫌悪くなさそうだな。もしかしてティマイオスがバカだったことを怒ってないのか。知らなかったふりをしておこう。言えないようなことでも別に構わない。雪山に散策しに来て風景を見たかったということにしておけばいい。にひひ。それじゃあ本題に入るか。実はオイラたち冒険者としての責務を全うしてる最中なんだ。なるほど。つまり君たちはその新人をエウルアに預け、自分たちはサボりに来たと。サボりじゃなくて譲ったって言えよ。それよりもお前は雪山に何しに来たんだ。先日ある友人から依頼された絵がまだできていなくてね。インスピレーションを探すためにここに来たんだ。ついでに原材料を集めることもできる。何の原材料だ。絵の具だよ。正銀行からは高級な銀色の絵の具が作れる。僕の自作した絵の具が使い終わってしまったからここへその鉱石を取りに来たのさ。鉱石も絵の具にできるのか。ああ、でも採掘するときに注意が必要だ。不純物が多く含まれている正銀鉱は一見すると銀色の微粒子が含まれているように見えるが、光沢が悪く完成した絵の具の炎色性も低い。こういった絵の具は一般的に偽物や粗悪品に分類される。そうなのか。絵の具以外にも何かインスピレーションを探す方法を教えてくれよ。オイラも学んでみたいぜ。君も絵を。いや、オイラじゃなくてこいつに学んでもらうんだ。オイラたちあっちこっちを旅してるから時々何もすることがない暇な夜があるんだ。そんな時何か思い出に残るようなことができたらなって思って。絵を描くのっていいことだよな。一瞬の時をとどめることができる。絵を学ぶのって絶対にいいことだとオイラは思うぞ。そうだぞ、いいじゃないか。オイラの絵を描けるようになるんだぞ。考え方は悪くない。二人とも絵について学びたいのなら僕と一緒に拠点に来てくれ。そこには画材もあって説明しながら練習ができる。いいぞ。アンバーはセピロス騎士だしきっと大丈夫だって。オイラたちがわざわざ心配しなくてもいいだろう。まずはアルベドの方に行こうぜ。行こうぜ。
外は寒いし、早く拠点に行って焚き火に当たろう。粉々よ。はい。ここにあったものが少し減っている。価値のあるものか。価値を測るのは難しいが、なくなったのは僕の錬金術ノートだ。錬金術ノートって高値で売れるのか。素人にとってはただの紙くずに過ぎないだろう。だがその道に通ずるものからすれば、そこに記録されている知識は宝にも勝る貴重なものだ。つまり錬金術の分かるやつが盗んだのか。でもここは雪山だぞ。冒険者と盗賊と魔物しかいない。誰が錬金術ノートを必要とするんだ。僕も同感だよ。しかし雪山では実際にヒルチャールが侵入してここを荒らすといった問題が発生したことがある。今ある手がかりだけで結論を下すのは難しいだろう。ふん、これは足跡。まだ新しい足跡だ。どうやら犯人はそう遠くへは行っていないらしい。追いかけようぜ。泥棒を逃がすな。足跡は入り口からあっちへ向かったようだ。泥棒め。早く。痕跡が上の方に続いている。崖を登ったのか。じゃあオイラたちも行こう。だからこそ急がなくては。わめきなさい。はっ、やられないぞ。はい、粉々よ。それ、はっ、や、目には目を。ここで途絶えてる。どうやら崖を飛び降りたらしい。風の翼の用意を。足跡は飛び降りよう。ここ洞窟の中に入ったのか。この泥棒め、ずいぶんと走れるやつみたいだな。逃がさないぞ。オイラたちも行こう。待て、僕に案がある。旅人、君は洞窟の入り口に残って見張っていてくれ。入るのは僕だけでいい。この洞窟には入り口が2つある。それに内部には近道も存在する。足跡からしてまだ入ったばかりだ。僕ならそのものよりも先にもう一つの入り口までたどり着けるだろう。挟み撃ちだな。いい方法だぜ。先に犯人に遭遇した方が
もう一方に知らせる。そうすれば万に一つも失敗はないだろう。だが僕たちは犯人の正体を知らない。何があっても安全を第一に、自分たちの身を守るようにしよう。オイラたちなら問題ないさ。ではまた後で。ああアルベド遅いな。そうか、でもオイラ待つのが苦手なんだ。暇だな。この時間を使って何かやれることはないか。例えば、あ、さっきあそこに聖銀鉱があるのを見たから、アルベドのために鉱石を採掘しておこうぜ。どうせすぐそこだし、あんま離れてないから、洞窟で何かあってもすぐに戻ってこれるだろ。それじゃあ早速始めようぜ。この聖銀鉱はなんだか暗いな。不純物が多いからか。よっ、うん、これは悪くないな。よし、これで足りるだろう。だけど同じ聖銀鉱でも光沢に大きな違いがあるんだな。あれ、アルベド帰ってきてたのか。ああ、すまない、追いつけなかった。相手の速度が想像よりも速かったようだ。そっか、結局相手が誰なのかも分からずじまいか。こんな遠くまで無駄に走っちゃったな。でも収穫が何もなかったってわけじゃないぜ。さっき鉱石を採掘してたんだ。鉱石の採掘？聖銀鉱だ。ほら、たくさん取れたんだぜ。お前の言ってた通り、光沢の高いものもあれば、ちょっとだけしか光ってない石ころみたいなのもあったぞ。聖銀鉱、僕がさりげなく言っただけなのに、まさか本当に掘りに行くとはね。お前がこの鉱石を絵の具にできるって言ったから気になって探しに行ったんじゃないか。そういえばあの泥棒がいなかったら、オイラたち今頃絵の具を作ってたんだろうな。それか絵を描いてるか。とにかくそいつのせいでみんなの時間が無駄になったぞ。そうだね、全てそのもののせいだ。ノートはとても重要なものだ。僕はまだ諦めたくない。歩きながら探してみよう。そうだ、さっき採掘した鉱石は全部持って帰るのか。ここで選別していらないものを捨てようぜ。ほら、質の悪い石だと微妙な絵の具しか作れないから、持って帰っても意味ないだろ。それに光沢が悪いことはオイラにもわかる。全く役に立たないと思うぞ。ふん、確かにその必要はある。人間は現実的な生き物だ。良いもののみを好む。彼らは良いものと悪いものの区別がつくようになった途端、常に心の中で比較を始める。いらないものは初めから残すべきではない。そうだろ、時間も節約できるし効率第一だ。それじゃまずは石を。助けて、助けてくれ。待った、今何か聞こえなかったか。なんか助けを求める声が。冒険者がピンチなのかも。おう、それだろ、まさか。お、
旅人とパイモンか。俺だよ、ベネットだ。うわ、本当にベネットだ。早く助けよう。すまない、また面倒をかけて。檻の鍵は近くにあるはずだ。悪いが探してきてくれ。わあ、いろんなものがごちゃごちゃしてるぞ。鍵はないんじゃないか。気をつけろ、誰か来る。はい、はそれ、わめきなさい。ご助力を迎え撃つわ。ジャッジメント、それ、兵糧のようにうなれ、粉々よ。それ、目には目を、早く。それ、よっ。鍵はあいつが持ってるみたいだ。さっきは時間の無駄だったな。やっと出られたぜ。本当にありがとう。木々の間から石の入った雪の塊が落ちてきてな、それが当たって頭がクラクラしてたんだ。それさえなければあんなファデュイの罠にかかることもなかったのに。少し聞いただけでいろいろあったってことがわかるぜ。なんてことない、俺の運が悪いだけだ。おう、ついでに片付けただけだからそんなに感謝しなくてもいいぜ。そうなのか。お前らって本当にいいやつだな。まあファデューのやつらも命令されてやってるだけだと思うけど、いずれにせよ俺の鬱憤を晴らしてくれてありがとな。ところでお前は雪山に何しに来たんだ。レザーは一緒じゃないのか。聞いてないのか。冒険者協会は今ここでウィンターキャンプを開いてるんだ。俺はベテラン冒険者として新人の面倒を見に来たのさ。レザーは冒険者じゃないし、俺もベニー冒険団の団長兼唯一のメンバーだから一人で来るしかなくてな。でもこんな長い間足止めされてたから、もう約束の時間は過ぎてる。サイリュスさんが怒ってないといいんだが。え、まさかあのジェラードっていう冒険者はもともとお前のペアだったのか。もしそうだったら確かに一足遅かったな。あの新人ならもう他の教官と組んだぞ。なんだって、教官は人手不足なんじゃないのか。どうして他に教官が。セピロス騎士団の騎士がサポートしてくれることになって、教官の人数も生徒より多くなったんだ。セピロス騎士だったのか。だったら運の悪い俺よりよっぽど頼りになるな。そうだぞ。それにオイラたちが言ったのは今の状況だ。もしかしたら他の地域から新人冒険者がこのイベントに参加するかもしれないだろ。それにお前もこんな大変な思いをして教官を務めに来たんだ。サイリュス会長もお前を追い返すことはしないと思うぜ。本当か。本当だ。あれ、ちょっと待てよ、アルベドはどこだ。アルベド、セピロス騎士団の錬金術師アルベドか。彼も教官を務めに来たのか。いや、アルベドはたまたま雪山にいただけだ。さっきまで一緒にいたんだけど、いつの間にかいなくなっちゃったな。もしかして戻って手がかりを探しに行ったのか。洞窟の方に戻ってアルベドと合流しよう。ここに戻るまでもアルベドはいなかったな。おかしいな、
どこに行ったんだ？なんだか雪山が賑やかだ。こんなに人が多いことなんて滅多にない。オイラたち、さっきここを通った時にベネットの助けを呼ぶ声が聞こえたんだよな。その声を聞いてすぐに助けに行って、そしたらアルベドがいなくなってた。あ、まさかアルベドはベネットを見殺しにしようとしたのか？え？何を話しているんだい？アルベド、どこ行ってたんだよ。探したぞ。それは僕のセリフだよ。君たちには入り口で待つよう言ったはずだが。え？待つとか探すとか、もう俺こんがらがってきたぜ。あ、そうだ、まずは挨拶しないと。悪いな、アルベド。何のことかさっぱりだが、どうやら俺はお前たちに迷惑をかけしまったらしい。いや、それは違うよ。ベネット、君の問題じゃない。気にする必要はない。旅人、確認したいんだが、どうしてさっき入り口を離れたんだい？まさか。見つけたわよ。動かないで私の質問に答えなさい。僕？あれ、エウルは？新人の面倒を見てたんじゃないのか？悪巧みをする者の邪魔がなければ確かにそれを続けていたわ。アルベド、さっき君がジョエルを連れて雪山の無人地帯へ向かうのを見たわ。あそこには魔物が多くいる。一体何をするつもり？おいおい、何が起きてるんだ？じゃなくて、もうどれくらいのことが起きてるんだ？君がジョエルを連れ去ることを私が阻止しようとした時、君はジョエルを放り出して私に攻撃した。私が反撃すると君は素早くその場を逃げた。自分の行動について弁明する気はあるかしら？なるほど、実に面白い。面白いですって？エウルア、君は僕のなりすましに遭遇したのかもしれない。なりすまし？目的は何？今はまだ判断できない。だけど奇妙な現象には必ずつながりがある。錬金術ノートが盗まれた。しかも旅人とパイモンが君が洞窟に入るまで一緒にいたことを証言できると？おう、オイラたちが証言するぞ。現段階において僕がそのジョエルという少年に危害を加える理由はない。君が目撃した人物は僕のノートを盗み僕になりすましているものである可能性が高い。もちろん君が僕の言ったことを信じないのも至って正常なことだ。旅人とパイモンとは犯人を追いかけていた時にしばらく離れ離れになっていた。その期間の潔白を証明することはできない。しかし拠点が荒らされノートが盗まれたこの2つの出来事については旅人とパイモンが証明してくれるはずだ。アルベド、誰かお前のことを仇だと思ってる奴はいないのか？そいつが復讐のためにやったとか。僕のことを仇だと思うような人はいない。誰かの恨みを買うようなこともしたことはない。現時点での手がかりでは結論を導き出すには不十分だ。深刻な事態にある今、君たちに言われずとも僕は調査を始める気だ。エウルは、君が僕を信じられないのならそのまま僕のことを疑ってくれて構わない。だが少なくとも同じセピロス騎士であり同僚である僕との縁を忘れないでくれると助かる。それから旅人、パイモン、ベネット、君たちがよければ証人として僕のこれからの行動を観察してくれると助かる。もし向こうの標的が僕なら遅かれ早かれ僕のところに来るはずだ。その時が来れば状況も進展するだろう。はあ、とりあえずその言い分は認めるわ。ありえないようなことだけどジョエルを襲ったのが
君のなりすましだということを信じる。私がジュエルをしっかり守るわ。もし調査の手伝いが必要なら、私とアンバーに連絡してちょうだい。ありがとう。どういたしまして。アンバーの方にも私から。エウルア、エウルア、どこに行ってたの？アンバー、ここよ。エウルア、旅人とパイモン、それにアルベドとベネットも。よかった、みんな一緒だったんだね。エウルアを探してたんだけど、まさかベネットもここにいるなんて。サイリュスさんが言ってたよ、ずっと来ないからきっと何かトラブルに遭ってるんじゃないかって。確かにトラブルに巻き込まれてた。ありがとな。うん、じゃあ後で私とサイリュスさんのところに行こう。ところでこんな大勢でどうしたの？何かあった？手伝いはいる？探索の途中で発生した小さなトラブルよ。もうすべて解決したわ。そうなんだよ。俺の運が悪いせいでちょっとな。でも今はもう平気だ。そうなんだ、解決したならよかった。一緒に山を降りよう。ベネットをサイリスさんのところに連れて行かなきゃ。ああ、いつでも出発できるぜ。え、行きましょう。三人とも行っちゃったな。旅人、場所を変えて話そう。君に伝えたいことがある。それじゃあ僕の拠点まで来てくれ。拠点へ戻れば安心して話ができる。だがその前に。うわ、めちゃくちゃだな。助かる、感謝するよ。最近は研究に没頭してしまい、埃も溜まっていた。そろそろ片付ける必要がある。よし、これくらいでどうだ？綺麗に整頓できたぞ。ありがとう、旅人。片付けも終わったし、そろそろ本題に戻ろう。真剣な表情になったな。さっきの件の説明でもするのか？僕は言ったはずだ。もし君に知りたいことがあれば、僕に聞けば全て答えると。だけど僕は君を騙すことはしないとも言った。だからこそ今までずっとそういう状況を避けてきた。僕はホムンクルス、つまり人造人間だ。僕を想像したのは僕の母であり師匠でもあるカーン・ルイアの学者、黄金レイン・ドット。人造人間？人が想像できるんだよ。思考なる錬金術と無常なる知識の融合、その究極こそ人の想像だ。でもカーン・ルイアってまさか。僕は確かに見た目よりも少し年長だが、僕が生まれた時カーン・ルイアはすでに滅びていた。そこに関する記憶はない。師匠は僕を育てると同時に僕に知識を授けた。僕は彼女と同じく純粋な錬金術師であり、学術と知識のために生きている。国や身分が僕たちの全てではない。旅人、君はこれまで幾度も雪山を訪れたが、ここについてどう思う？ここが寒くて陰湿で悲しい場所だと思うかい？レインドットが想像した二大奇跡、一つが僕で、もう一つがここで死したマリュー・ドゥリン。ドゥリン？それじゃあお前たち
兄弟だったってことか。同じくレインドットの子としてドゥリンと僕は確かに切っても切れない関係にある。もしこの人間の道徳を逸脱した現象を誕生と呼ぶ資格があるのなら、僕たちは確かに親族と言えよう。ドゥリンと言ったら確か特殊な力を持ってたはずだ。ああ、だからこそ雪山で事件が起きるとそれについて深く考えてしまう。例えば君たちの感じた視線と耳にした音、そしてエウルアが遭遇したあの僕。あれだよな、オイラがさっき言わなかったのはこいつがオイラに何も言うなっていう視線を送ってきたからなんだ。エウルアたちもいたし、お前への疑いがより強くならないようにするために。オイラたちが遭遇した状況だと、お前は洞窟に入ってからすぐに出てきて犯人を捕まえられなかったって言ってきたんだ。その時にオイラたちはベネットの叫び声を聞いて助けに行ったんだけど、お前は来なかった。洞窟の入り口に戻った時、逆にお前がオイラたちを探してたんだ。どうやらそれが僕のなりすましのようだ。もしなりすましだったら、うり二つだったぞ。全く偽物だってわからなかった。それにオイラたちと別れた後、なんでジョエルを襲ったんだ。もしかするとドゥリンの力は人を狂わせるのかもしれない。ざっくりとした推測だけどね。僕のなりすましをしているもの、もしくは僕の偽物、これは呪いのような話だ。君たちに背負わせるわけにはいかない。だから旅人、何も用事がないのならモンド城へ戻るといい。僕はこれから忙しくなる。君たちをもてなすことはできないだろう。そうだぞ、オイラたちも雪山のベテランだ。万が一何かあってもお前を一人山に残すわけにはいかないだろ。そんなのはダメだ。それにお前もさっきの話を他のモンド人に話せないだろ。スクロースとティマイオスもお前の秘密をまだ知らないし。そうだぞ、こんな時くらいよそよそしくするなって。分かった、では頼む。確か君たちはウィンターキャンプに参加していたね。それを理由に雪山で活動できる、確かに悪くはない。それじゃあ君たちは通常通り冒険者協会の主催するイベントに参加し、ついでに僕のために手がかりを聞いてきてくれ。もし誰かが僕を見た、もしくは僕に似たものを目撃していたら、オイラたちが情報を記録してお前に伝える。そうだな。ああ、これで決まりだ。よし、じゃあ手分けして情報を集めて何日か後にまたこの拠点で会おうぜ。問題ない。そうだ、どんなことに遭遇しても身の安全に注意するように。自身の安否を最優先にしてくれ。